はい、どうもトールです。禁欲をすると運が良くなるっていう話を聞いたことがないでしょうか。なんかネットとかで禁欲を検索したりすると何日目で運が良くなりますみたいなことがよく書いてあるんですよ。まあ、よく僕も聞かれるので今回はこれについての僕のね見解を話していきたいなというふうに思います。はい、でも最初にこれについて結論言っちゃうと禁欲をして運が良くなるっていうのはあって言うし間違ってもいるっていう、ちょっと曖昧な答えになっちゃって申し訳ないんですけれども、これが僕の感覚というか考え方ですね。詳しくはですねこれから話していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。禁欲すると運が良くなるらしい。まずですね、禁欲をすると運が良くなるっていう意見が出回ってることに対して僕の率直な感想を話したいと思います。禁欲をもうかれこれ8年間やってきて、まあ、肌の調子だったりとか寝起きの良さとか、あとやる気が出るところとか、まあ、そういったもう明確にこういう効果あるよねっていう部分に対して運が良くなるみたいな話って急にうさんくさくなるというか、僕自身あんまりねそういうスピリチュアルな方向には持っていきたくないというか好きじゃないんですよ。幽霊とかも全然信じてないんで。でもねネットとかで禁欲日数における効果とか、あとはその視聴者さんたちの意見とかを聞いているとどうやら運が良くなるっていう意見がめちゃくちゃ出回ってるなっていう、まあ、なのでかなり多くの禁欲者さんたちがこの運について気にしているし、まあ、実際に効果を実感している人もいるんですね。これはもう事実なんですね。で、僕個人の感覚としては確かにそう感じてしまうことがありまして、実際にちょっと運良くなってんじゃねえかみたいな感じのことを思ったりしてるんですけど、でもやっぱそこを認めてしまうとなんかスピリチュアルな世界にねちょっと片足入れてしまうというか、なんとかそこ拒否したいみたいな感じで、まあ、戦っているんですね。まあそんな感じなんで、まあ禁欲界隈はもちろん、まあトール自身も運が良くなるかなってことは思ったりしているということです。運には操作できる運と操作できない運がある。で、運とは何なのかっていうことをもうちょっとね紐解いていきたいなと思うんですけれども、運はただ僕らの生活に横たわっているというものではなくて、いろんな場面ごとにいろんな種類の運っていうものがあると思ってるんですよ。例えばですね、宝くじが当たる確率、それが〇〇%だったとするじゃないですか。で、それに当たった人っていうのはその〇〇%の確率に見事当てはまった人っていうことが言えると思うんですけど、そもそもこれって宝くじを購入した人の中での割合じゃないですか。つまり宝くじを購入してすらいない人っていうのは 0%、 絶対に当たることはないんですね。このようにですね、実際に行動したりとか判断をした人の中でのみ運命のルーレットが回るっていうこともまあ多々あるわけです。次にちょっとオナキンの例を出そうかなと思うんですけれども、あなたがオナキンをして肌の調子が良くなって行動力が上がって食事を気をつけるようになって筋トレをするようになってスタイルが変わって収入が増えたとしましょう。そこで街で逆ナンされたとか女子から急に LINE が来たみたいな話って、これ果たしてただの幸運と言えるのでしょうか、それとも必然と呼ぶのでしょうか。確かに運というものは僕らの生活の中でかなりね影響を与えているものだとは思うんですけれども、ほとんどはね運ではない要素っていうものがあって、それらがその最後の運っていうものの確率を左右しているっていう感じで僕は捉えてるんですね。でも多くの人は何か物事が起きた時に運が良かった運が悪かったっていう風に、まあ、一言で片付けちゃうんですよね。僕はオナキンをしていいことがあったっていうのは、まあ、そういった意味ではある意味必然と呼べるんじゃないかなという風に思います。運とは捉え方で変わる。はい、でこれもちょっと押さえておかないといけない考え方かなと思うんですけれども、そもそも運っていうのはその人自身の捉え方によって大いに変わってくるっていうことなんですね。同じ事象に対しても人によってその捉え方って全然違ったりします。例えば、あなたが街中で学生時代めちゃくちゃ好きだった女の子と遭遇するとするじゃないですか。これをあなたは運が良かったと捉えるのか、それとも運が悪かったとして捉えるのか、想像してみてください。その日、あなたの顔はニキビだらけで、オナ顔で太っていて、ファッションがすごくダサくて、めちゃくちゃ気を抜いた状態でその女の子と遭遇したとするじゃないですか。きっと、最悪だって。俺運悪すぎだろって、こんな状態で会っちゃって、思うと思うんですよ。まあ、その結果すごい動揺しちゃって会話が成り立たなくて、ああっていう感じでめちゃくちゃ落ち込むみたいなことが容易に想像できるんですけれども、これは運が悪いというふうに捉えてますよね。でもそれがもし逆の状態だったらどうでしょうか。あなたは自分の体をしっかりと鍛えていて、学生時代よりかっこよくなっていて、仕事もうまくいっていると、そのタイミングで女の子に遭遇したとするじゃないですか。神様本当にありがとう、僕は恵まれています、きっとそう思うと思います。要するにオナキンしたら運が良くなるわけじゃないと思うんですね。
あなたの状況が確実に上向いていると、ただそれだけだと思うんですよ。その状態の上にこういったイベントが起きて、それを人々は運が良かった悪かったってそれぞれ捉えると、まあ、そういった構造になってるのかなというふうに思います。オナキンしたら好きな子から急に LINE が来たじゃないんですよ。おそらくね、あなたがかっこよくなったっていう話をその子が友達から聞いたりとかインスタで見たりとかして、あなたに連絡をしたんだと思います。あなたの力です。いかがだったでしょうか。よくね、人生は運ゲーと言いますよね。確かに運要素はめちゃくちゃ大きいです。僕も身長180センチで生まれてきたかったし、あそこのサイズは26センチぐらい欲しかったですよ。でもそれはもう仕方がないじゃないですか。悔しいけど。でも唯一この人生というゲームで面白いなって思うのは、その運要素以外のところで自分が操作できる余地が結構あるっていうことだと思うんですよ。まあ、そういう意味では大方良心的なゲームなのかなというふうに僕は思ってます。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。